小西行忠、商人の息子から大名へ出世した男。ローマ教皇もその死を悲しんだ。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は小西行忠について紹介していこうと思います。戦国時代にキリシタン大名は数多くいましたが、根っからの信者だったのは小西行忠と高山右近くらいではなかったでしょうか。秀吉子飼いの武将としてスタートし、以後藩国20万石を領する大名にまで出世しますが、その最後はあまりに悲劇的なものでした。また彼の死に時のローマ教皇ですら嘆き悲しんだと言います。そんな小西行長の知られざる素顔を紹介しつつ、波乱に満ちた彼の生涯を語っていくことにしましょう。秀吉の子飼い武将の一人となる小西行長は1558年に生まれましたが、出生の地は京都だとされています。父は小西流佐といい、薬種問屋を営んで堺の江郷衆を務めていたそうです。伝わる系図によれば、根っからの商人の出身ではなく丹波下代を務めた内藤氏の一族だという説もあります。後に行長に仕える内藤助庵は松永久秀の甥ですから、やはり小西家は内藤家と深い関わりがあったのでしょうね。次男として生まれた行長は熱心なキリシタンだった父の影響を受け、京都の南蛮寺でキリスト教を学んでいたようです。幼い頃から慣れ親しんだキリスト教が彼の行動のバックボーンになったのかもしれません。行長は生まれつき理髪で肝が据わっており、やがて将来を見込まれて備前の国、現在の岡山県東部の商人のもとへ養子に出され、そこで油屋薬郎と名乗ります。備前の大名浮田家に出入りするようになった薬郎は、当主直家にその才気を認められて仕えるようになりました。やがて羽柴秀吉による中国攻めが始まり、浮田家はその矢面に立たされることになりました。そんなある時、直家に呼ばれた薬郎はこう告げられるのです。わしは毛利を見限って織田に味方しようと思うが、使者として秀吉の陣へ行ってくれぬか。もしうまくいけばそなたを武士として取り立てよう。署名をいただいた薬郎はすぐさま秀吉の陣営へ向かい、弁舌爽やかに交渉をまとめ上げたといいます。また人質となる直家の嫡子八郎に随行し、秀吉のもとへ赴きました。やがて1581年に直家が病没し、八郎改め秀家が浮田家を継ぎます。薬郎は行長と名を改め、あくまで浮田家の武将として羽柴軍に加わり、備中高松城の戦いなどに従軍しました。ほどなくして本能寺の変が起こり、山崎の戦いで秀吉が勝利者となると、一気に天下の趨勢は動くこととなりました。行長の才能に惚れ込んだ秀吉が、我が直臣にならぬかとスカウトしたのもこの頃です。こうして行長は秀吉の子飼い武将の一人となり、出世の階段を駆け上がっていくのです。肥後半国の大名となる。高山右近の勧めでキリシタンとなった行長は、ここから出世街道を爆心することとなります。1585年秀吉が紀州最下攻めを開始すると、久喜義宝と共に水軍を率いて参戦。太田城攻めなどで功があり、小豆島1万石を与えられました。水軍の将としての才能を認められた行長は、堺から志涌諸島、現在の香川県丸亀市までの管理権を獲得。また父流佐も堺奉行に就任するなど、秀吉政権内の重要なポストを任せられました。また1587年の九州攻めでは、
博多の町割奉行に就任し、戦乱で荒れ果てた博多の再興に尽力しています。戦いにおける武勇だけでなく、内政についても行長は高い能力を発揮したのでした。一方、肥後の国、現在の熊本県を任せられたのは信長の旧臣だった佐々成政でした。秀吉は来たるべき大陸侵攻のために肥後を統治したかったわけですが、ここで思わぬ混乱が起こるのです。強引な検地に反発した国衆たちが一斉に蜂起して反乱を起こし、手がつけられない有様となりました。もはや成政独力では抑えようがなく、秀吉は九州、中国、四国の諸将らを動員して鎮圧に当たらせたのです。この肥後の国一揆では行長も出陣し、反乱討伐に功績があったといいます。ようやく鎮圧されたものの、肥後国内はボロボロの状態になってしまいました。そして新しい肥後の国主に任命されたのは小西行長と加藤清正の2人でした。北半分を清正、南半分を行長が領したわけですが、この頃から行長清正の確執が顕著になっていくのです。両者の境界線をめぐって反目し合っていたといいますから、どうにも反りが合わなかったのでしょう。また行長はこの地に宇土城と麦島城という2つの城を築きました。いずれも海に近い立地にあり、船が自由に行き来できたそうです。いかにも水軍を指揮する行長らしい城だと言えますね。文禄、慶長の役。秀吉が行長に肥後半国を与えたのは、水軍としての活躍を期待していたからだと言われています。いよいよ秀吉の大陸侵攻が現実化してきたのです。朝鮮半島に近い対馬の領主宋義俊は、秀吉から直々に朝鮮を服属させるよう打診されますが、大いに困惑していました。宋氏は日本の大名でありながら朝鮮の代官も務める家です。秀吉の命令をそのまま朝鮮側に伝えるわけにはいきませんし、かといって秀吉の命令には逆らえません。そこで義俊は義父の行長に相談を持ちかけるのです。そこで秀吉が天下人となったので祝賀施設をよこしてほしいと朝鮮側へ伝えました。なおも渋る朝鮮側でしたが、なんとかなだめすかして施設を送ることにさせたのです。しかしそんな嘘が通るほど甘くはありません。1590年、施設を引見した秀吉はいきなり明国への道案内をするようにと命じたのです。仰天したのは朝鮮側でした。祝賀にやってきただけなのに、なぜ秀吉の先導役をせねばならないのか。義俊や行長がどれだけ取り繕っても後の祭りでした。秀吉はすっかりその気になり、上機嫌そのもの。やがて本営の名古屋城が築城され、各地から諸将が続々とやってくるようになると、行長たちの焦りは頂点に達しました。そこでまた新たな嘘をつく羽目に陥ったのです。我が国に帰服したはずの朝鮮が心変わりし、敵対するつもりであると身体極まった行長は、自らの失態を包み隠すために朝鮮側へ責任転嫁したのです。さらに秀吉に対してこう言い募ります。願わくばそれがしに先方をお命じください。きっと退治してご覧に入れましょうと、自分が先方となって進撃し、戦況を見計らって朝鮮側に和睦交渉を持ちかければ良いと考えたのです。行長にとって全てを丸く収めるためには、もうそれしか方法が残されていませんでした。1592年4月、首尾よく先方となった行長は釜山に上陸、内陸へ向けて一気に進撃を開始しました。文禄の役の始まりです。3週間後に首都ハンソン部を占領し、7月になると平壌まで迫り、明国の援軍を撃破してこれを占領します。明国軍が和睦を望んだため一旦休戦となりますが、ここでも行長は講和を焦るあまり、秀吉には明国が降伏したと偽り、
明国に対しては秀吉が降伏を願い出たと欺瞞工作をしているのです。この一件は秀吉の知るところとなり、行長は死を命じられますが、前田利家らの取りなしによって救われています。束の間の休戦も1597年に敗れ、再び戦いが始まりました。これが慶長の役です。行長が望んだ和平交渉は結局成し遂げられることがないまま、秀吉の死をもって不毛な戦いは終結を迎えることになるのです。加藤清正との確執。肥後を領してから始まった清正との確執は朝鮮での戦いにおいて決定的となりました。こんな逸話があります。首都ハンソン部を攻める際のこと、各隊の持ち場を決める際に清正が行長をからかいます。行長のような薬や風情がわしを出し抜こうとするとは少子、これまで挙げた武功も婿の義年が地理を知っていたからであろう。さらに唾を飛ばして行長を非難します。太閤殿下はわしと行長に確実で先方を務めるよう仰せであったが、それに従って今日より確実で務めてはどうか。すると行長はこれを真っ向から拒否。清正は怒りに任せて激高します。これは軍律違反じゃ。私利私欲にまみれた商人根性を出すとはさすが行長らしいわ。その言い草に行長も思わず刀の柄に手をかけて抜刀しようとします。そこを鍋島直茂に制せられて事なきを得ますが、結局二人はその後進路を分かつこととなりました。ことあるごとに行長のことを薬屋のせがれのくせにとバカにしていた清正。しかし清正自身の羊は鍛冶屋の息子です。どっちもどっちに見えなくもないのですが、互いに秀吉子飼いの武将であるものの、行長と清正とでは相入れのものがあったのでしょう。行長がキリシタンなのに対し、清正は熱心な日蓮宗信者でしたから、信仰心からして違うのです。朝鮮の役の後、行長は石田三成ら文治派に肩入れしていくことになるわけですが、これには根っからの清正嫌いという側面があったのかもしれませんね。運命の関ヶ原。文治派に属していた行長が西軍に味方したのは自然の流れだったのでしょうが、彼自身は徳川家康をさほど憎んではいません。いや、むしろ好意的だったのではないでしょうか。家康との取り次ぎ役も務めていますし、島津氏内部の権力闘争といえる庄内の乱では家康に代わって近隣大名たちに出陣を命じる役目を担っていたほどです。しかし会津出兵に出陣せず、上方での残留を命じられたことがあだとなりました。行長が西軍に加担した理由は、朝鮮の役で深くつながった石田三成との縁、旧主の浮武がいたこと、そして憎さあまりある加藤清正が東軍に味方していたことでした。関ヶ原の戦いの前日、行長は奇戦を制して東軍に対して夜襲することを主張します。しかし三成はそれを卑怯だとして却下。陣に戻った行長はこう漏らしたといいます。あのような臆病者とは知らず、三成に味方して犬死にすることの悔しさよ。今さら悔いても仕方がないが、わしが人を見る目がなかったということだ。恨み事は言うまい。1600年9月15日、東西両軍がついに激突。くしくも浮田隊の隣に陣を構えた小西隊は、田中義政や筒井定次の軍勢を相手に奮戦。しかし小早川秀秋の裏切りをきっかけとして西軍は総崩れとなります。小西隊もまた支えきれずに崩壊。行長は伊吹山中へ逃避行を余儀なくされました。一旦は関ヶ原の僧林蔵巣にかくまわれるものの、もはやこれまでの運命だと悟ります。思うような戦ができず口惜しいが、
ここに潜んでおっても運が開けることはなかろう。わしはキリシタンゆえ自害ができぬ。御坊が今までいたわってくれた礼として、わしの居場所を徳川殿へ忠心なされよ。林蔵巣は頑なに固辞しますが、東軍に属した竹中家の家臣に事情を話したところ、徳川家の旗本のもとへ連行されることになったのです。捕獲されても雪永の態度は堂々としており、とても敗軍の将には見えなかったそうです。10月1日、雪永は京の六条河原で斬首されました。熱心なキリシタン大名として海外でも知られていた雪永、彼の死を知ったローマ教皇クレメンス8世は大いに嘆き悲しんだとされています。小西雪永のまとめ。朝鮮の駅での失態といい、関ヶ原での無残な最後といい、あまりイメージの良くない小西雪永ですが、彼の行動はキリシタンらしい博愛に満ちたものでした。肥後や天草の地で熱心に布教活動を行い、捨て子たちを救済するために多額の資金を出したそうです。また京都や堺に孤児院を建てたり、ハンセン病患者の病棟を設立しました。一方、朝鮮の駅でついた大嘘についても、方法はどうであれ不毛な戦いを何とか避けたいという雪永の行動原理が読み取れるのです。そんな中、朝鮮の戦場で保護されたジュリア・オターを雪永は大切に養育するわけですが、不毛な戦いを引き起こした罪滅ぼしのように思えなくもないのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。